新成人の皆様、おめでとうございます。成人式を終え、大人として新たなステップを歩めたこと、心よりお祝い申し上げます。日に日に寒さも増しておりますので、皆様体調管理にお気をつけてお過ごしください。マイシティ土浦は、土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、急遽予定していたイベントを中止または延期する場合や、市の施設が休館となる場合がありますので、ご了承ください。なお、最新情報は市ホームページよりご確認ください。それでは、はじめに土ごとのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックへの掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、シロモさんからの土フォトです。土浦市立図書館で撮影したそうです。10月31日に行われた歌ってお話し会で土丸くんと写真を撮りました。風が冷たかったけれど、お姉さんとお兄さんの歌声に癒されましたというコメントをいただきました。シロモさん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は、子育て世帯の生活を支援するための臨時特別給付金を支給、第4期土浦ブランド認定品を募集、元気茨城就職面接会、税理士による無料還付申告相談会、土浦市空き家等対策相談会のお知らせです。はじめに、子育て世帯の生活を支援するための臨時特別給付金の支給についてお知らせします。支給対象者はご覧のいずれかに該当し、令和3年度所得が児童手当の所得制限の範囲内の方です。対象児童は平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童で、支給額は児童1人当たり一律5万円です。申請方法はご覧の通りです。申請が必要な方は3月31日木曜日までに必要書類を添えて郵送または直接申請してください。なお、支給対象外の方に対しても申請書が届く場合があります。詳しくはホームページをご覧いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。次は、第4期土浦ブランド認定品の募集についてお知らせします。対象品の生産・製造・加工または販売を自ら行い、原則として市内に事業所を有する方が対象となります。対象品は農林水産物やその加工食品で、市内で購入または飲食が可能であり、ご覧のいずれかに該当するものです。1月28日金曜日までに農林水産課窓口またはホームページにある申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送、メールまたは直接お申し込みください。詳しくはホームページをご覧いただくか、土浦ブランドアッププロジェクト推進協議会事務局までお問い合わせください。
続いては元気茨城就職面接会についてお知らせします。1月27日木曜日の午後1時30分から3時30分まで茨城県土浦合同庁舎にて開催します。新卒者を含む求職者が対象です。詳しくは茨城就職支援センターまでお問い合わせください。次は税理士による無料還付申告相談会についてお知らせします。2月2日水曜日の午前10時から午後4時まで関東信越税理士会土浦支部にて開催します。年収600万円以下の給与所得者、年金受給者が対象です。当日は源泉徴収票、各種所得控除証明書、マイナンバーカード、振込先口座の分かるものをご持参ください。1月28日金曜日までに関東信越税理士会土浦支部まで電話でお申し込みください。詳しくは関東信越税理士会土浦支部までお問い合わせください。最後は土浦市空き家等対策相談会についてお知らせします。3月15日火曜日の午後1時から4時まで男女共同参画センター研修室にて開催します。市内の空き家、もしくは今度空き家になることが見込まれる住宅などの所有者、相続予定者などが対象です。定員は8組で、1月25日火曜日までにホームページに掲載する予約表に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メールまたは直接お申し込みください。詳しくは生活安全課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸じゃんけんです。次はウォッチング土浦です。今週は健康増進課から食会さんのコロナに負けない免疫アップ料理のコーナーです。今回お料理を紹介してくれるのは諏訪支部の皆さんです。今日のお料理は厚揚げ入り和風ハンバーグです。材料はご覧の通りです。
それでは早速調理開始です。ボウルに合いびき肉、厚揚げ、塩、黒胡椒、卵を入れ、厚揚げを手で潰すようにしながら粘りが出るまでよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら2つに分けて形を整えます。熱したフライパンにオリーブオイルを入れた後、ハンバーグのタネを入れます。強火で1分加熱して裏返し、蓋をして弱火で8分加熱したら、ハンバーグをお皿に盛ります。続いてハンバーグのソースを作ります。ハンバーグを焼いていたフライパンに調味料を入れ、中火にかけます。少しとろみがついたらハンバーグに回しかけます。仕上げにレタス、ゆでブロッコリー、ミニトマトを添えます。ぜひ作ってみてくださいね。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー菅井がお送りしました。緑色の絨毯を走る。